ピンの抜き方です。箱から取り出して卵の底面を見るとピンが2本刺さっています。紙に矢印が書いてあるのとピン自体にも矢印が書いてあるのでその方向にひねります。コツはここの隙間に対して垂直にひねるのがコツです。でピンを外すと今のように鳴き声が鳴いたり、逆さまに向けたりして声がしていれば起きたという証拠です。どこかに目の光もあるので探してみてください。